こんにちは、シャンシャンです。今回は、速攻上達講座。ガンと小行女の演習1です。抑揚と粘りのある、ガン頭。この字を見てみましょう。貯水量のどっしりとした体格を物語っているようにも見えます。スーッと息を吸って、ふんと筆を下ろします。その反動で筆を引き上げ、スーッと息を吐き、鼻を広げて腹から息を吐き出します。ついて、粘って下へ、引き上げて、ふん、ふふん、吸って、上へ、スーッと吐きながら、息を止めて、ブハ、下へ、そして右、両の鼻からぐぐっと吸って引き上げ、息を整えるように、落ち着いて、軽く吸って、ふーっと長く吐きます。粘り強さを感じながら、筆を動かします。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。